子供がいるんですよ、うん、え今日仮装した不思議ん 何してんの。あ、ちょっと今チャーミーが、はい、この呪君族の呪物で呪物と呪物を合わせてんの。そんなことあんの。呪物ミックス。これちょっと宇宙と交信してるから、はい、ちょっと静かにして。え、あ、はい、うん、ちょっと今宇宙と交信してるから、うん、いやいや、もう不思議。あ、よし、今チャーミーちょっと宇宙と交信してるから。ああ、すいません、なんか、はい、いやいやいや、あの、いやいや、不思議。 あ、いやいや、もう大百科。いやいやいや、うわ、めっちゃ適当や。宇宙からの交信めっちゃ適当やん。あ、チャーミー笑ってるね、なんか今日は。ああ、うん、いけたんかな。いけたっぽいな。いけたってどういうこと。いけたんかなって 何、うん、何がちょっと分からへんけど。チャーミー久しぶりですね。そうですね、ちょっと、うん、あの有給いただいてたんで。ああ、そう、まあそれはやっぱ働きすぎたらちょっと大変ですからね。そうです、ちょっと、うん、あのワクチン打ってたんで。あ、ワクチン打ってた、うん、副反応とかあんの。副反応やってちょっと2回目打ってきた。ちょっと、あ、ちょっと腕上がれへんみたいなやつ。そう。そう、あ、そうやった、うん、あ、まあまあ、でもまあワクチン打ってた、まあ、大事を取ってね、一応休ませとこう。いや、それはね、やっぱりね、うん、はい、ということで、あのね、太郎さん、はいはい、今日はなんとほうこちら、あのこちら、これ田中さんももうもちろんご存知ですよね、うん、これね、これ、ああ、これはい、こちらこれ、はいはい、ああ、見せ立て見せ立て、みんな全然ボケたまんまで、ぜ、こうこうやっても全然飽きなきゃ、これね、はい、はいはい、こちら最後の火を灯すもの、はいはい、下駄くんの漫画なんですけども、はい、仮想場で働く僕の兵ね、僕の兵ってね、兵が働いてんの。まあ、ね、違いましたっけ。違う、僕の日常ですよ。あ、兵の日常。兵の日常じゃない、兵の日常は、うん、そんな、なんかそこら辺であるわ。あ、みんなそこら辺であるのよ。そういうことじゃないのよ。兵で働く、兵で働く、兵が働いてんの、兵が、え、うん、いや分かんない、全然分かんない。活字読まれへんの。いや、活字読まれへんの。すっごいあの混乱してんの、頭が。なんでそんな難しいないけど、うん、漢字が多すぎて。いや、でもね、これね、うん、あの僕もちょっとまだにわかに信じがたいんですけども、うん、あのなんと、うん、売り切れになって、うん、今増刷してるんですって。え2週、しかも2週間で。早いでしょ。だから今あのアマゾンで、うん、あのまあちょっと売り切れ中なんですけど、もう初版がないんですって、すでに。ちょっとびっくりなんですけど。え、なんて。いや、嘘ついてんちゃう。なんでやねん、嘘やろ。チャーミー疑ってんの。チャーミーかな。チャーミー疑ってんの。俺言ってない。いや、おそらくあなたでしょ。ああ、なるほどね。ちょっと本当に、うん、チャーミーは多分言ってないと思いますけども、ということでね、なんかね、結構本当に好評らしいんですよ。あ、思いのほか。僕もまだにわかに信じがたいんですけど、うん、ちょっと、はい、これちょっと、うん、チャーミー読んでる。あ、読んでる。チャーミー読んでる。呪物が仮想場の本読んでる、うん、でもどういそれじゃあどこが面白いのこれ。あの多分皆さんまだ知らん人おるから。まあそうですよね、うん、まあ、あのだから仮想場で、まあ、起こった出来事とか、うん、まあ、これでもね、これ読んだら、うん、仮想場のこと分かりますからね。あ、どういう仕事してるんかとか、あの普通に分かるんですけど、まあ、ただその中でもね、あのちらほらですよ、ちらほら実はね、うん、階段も入ってるんですよ。あ、それはいいね。そうで、まあとはいえね、これ仮想場で働いたらよく言われるんですけど、うん、仮想場で働いたんすかと、じゃあ怖い話いっぱいあるんじゃないですかって結構聞かれるんですけど、もう塀の話しかないんすよ。なんでやねん。仮想場で、いや自宅の方が多いやろ、どっちか言ったら。遠慮するわ、僕、さすがの僕も。塀が臭いんで。なんでやねん。とりあえず塀が臭いんすよ。いや、それ家や。臭かったとしてもそれは家やねん。で、なんかあの言われるんですけど、まあ、これ見たら分かるんですけど、うん、仮想場で働いてる時って、もうそんなね、うん、あのもうお化けが出たとしても関係ないっていうぐらいやっぱ真剣に働くんですよ、うん、まあね、実際ね。いや、まあ言うたらですよ、うん、その死を扱うわけなんで、まあそうやっぱりね、ふざけは一切ないですよ。ないっすよ。
ていう風な感じなんです、うん、まあお化けがふざけてるわけじゃないけど、うん、ないけどやっぱりその結構なんか実際リアルにこう集中するから、うん、あの実はねあんまないんですよ火葬場の僕はね、うん、だって僕は多分その粗相があったら、うん、すっごいクレームくるやろ多分あそうそうそうっていうか、うん、もしお化け出てきても、うん、いや僕らめちゃくちゃあなたに対してちゃんとしますよって言える自信があるっていう感じでやっぱ仕事してたから、うん、あんまりないんですけどだからあんまりないっていうことはちょっとあるちょっとあるってことそうなんですよでその話をちょっと今日しようかなと思ってせっかくねこの本の内容のね面白いあ面白いあよかったでちょっとその中の、数少ないうもうガチの怪談のやつをちょっとはいじゃあちょっと不思議な話があるってことですねそう不思議な話でこれあのもうね竹書房さんちょっとね今日行ってきてましたけど、うん、本社の方にあもうぜひ全然あの話してくださいって言われたんでまあちょっと行こうかなと思ってるんですけどもねまあかなりレアな話ってことかなりレアな話、うん、僕もかなりレアな体験でしたけども、うん、これね僕がまあ働き出して本当にね、うん結構最初の方なんですよ、うん、結構最初の方にあのね初めての子供の仮装をしたんですよ、うん、4、5歳ぐらいなんですよねチャーミー今何歳ですかチャーミーもそれぐらいちゃいますあチャーミーそれぐらい一応相沢ひとみ先生に 見てもらった時は多分それぐらいあそうですかじゃあチャーミーぐらいですよだから、うん、であのねもうそもそも棺ちっちゃいんですよかわいいなそうやね、うん、でそのかわいいのがまた悲しくて、うん、でやっぱりその僕当時あの働き出してすぐの時やったんで、うん、こう結構ショックがね、うん、ああこんな感じなんかとかまあ思って子供やからねそうその言うたらやで、うん、寿命で亡くなったらな、うんそのまあ、90、100とか生きて、うんまあ、悲しいけどまあ頑張ったなみたいな、うんうん、大往生というかそうそうそうでお通夜でなんかみんなで久しぶりに親戚集まって、うん、なんかお酒飲んでわっはっはみたいな感じになるけど、うん子供はさ、まあ、やっぱ きついわそれはきついでしょ、うん、でまあそのお母さんとかもその家持ってて、うん、もう本当にもう放心状態というかそうそうやわそうそうまあ別にねあのこの話だけではなくてもう子供の仮装なんかもうずっとそこからずっと何回もやってるんであれなんですけども、うんはいはい、まあ最初の時、うん、であのやっぱりこう結構うっとくるわけですよね、うん、で、まあ、それで仮装するじゃないですかでお骨上げしてでその時僕新人やったんでまあいやちょっとやったけれども、まあ、自分で全部こう追ってないというか、うんまあ、そんな感じまあやらしてもらってで家とかも見てもですね、うん、なんかそのまあちょっと例えばでいきますけどその赤いトレーナー着て多分なんかジャングルジムみたいなところでなんか登ってピースみたいな、はいはい、すっげえ元気な男の子の写真やってでそのうわーそっかーとか思いながらもまあ全て滞りなく終わって終わったでその日の業務が全部終了したんですよ、うん、他の仮装も全部終わって、うんでその後ですね僕あの当番やったんですよね、うんうん、でこの当番っていうのは何かって要は戸締まり当番なんですけど、うん、あのみんなが帰ってから最終のその消灯とか、うん、施錠鍵とかを全部確認するんですよ、うん、でそれを懐中電灯を持ってつけてもうコツコツコツと火葬場の中をうろ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 するっていうのがありましてですね、うんうん、であの最後の最後にねそのまあホールあるじゃないですかあの扉がバーって並んでるところね、うん、があってでその裏がまあロウラっていう、まあ、いわゆる焼き場仮装するバーナーが並んでるところなんですよ最後はまあホールに1回出ますでホールも電気全部消えてるんですよで懐中電灯だけ持ってて、うん、でそのロウラに行く扉っていうのが2つあって、うん、あのそのホールちょっと大きかったんでそこなんで左右にこう鉄扉があるんですよ、うん、でこっちの鉄扉から入ってで鍵をガチャンって閉めるんですよね、うん、鉄扉が結構こう音が響くんですよ、うん、ガチャンって言って、うん、で中に入っていってそのバーナーがずらーって並んでるんですけど、うん、そのバーナー一つ一つになんかあのガスの元栓みたいなのあるんですよ、うん、ある意味、まあ、そこちなみに灯油だったんで、まあ、正確にはガスの元栓ではないんですけど、まあ、そういうのがあってでそれが全部閉まってるかどうかを、まあ、みんな確認してるんですけど最後にもう一度確認するっていうやつなんですけど、まあ、それを懐中電灯照らしてよしオッケーよしってこう一個一個確認していって、うん、全部大丈夫でしたで、はい、この反対側の鉄扉から出てホールの方に出てで鍵を閉めて、うん、でホールの照明玄関から最後出て帰るんですけど、うん、そのホールから出る直前に、うん、ババーン言ったんですよ、うん、でこれが鉄扉の音なんですよね、うん、で位置的にこのこっち側、うん、あの離れてる方の鉄扉やって、うん、であれと思ってやっぱその仕事中なんであの怖いとかじゃなくて、うん、あのなんだみたいなバババッとこうすぐに行くみたいな、はい、トラブルかなっていうで、まあ、行くじゃないですか、うん、で誰みたいな感じでこうドアをガチャってやったら閉まってんすよ、うん、
うん、あそうかさっき閉めたよねと、うん、でその入って閉めてで出て閉めてるから、え閉めてるなと思って、うん、あれとこれ何やろう気のせいかなとか思ってたら、うん、次反対側のテスト扉がカチャンって言ったんですよ。その誰かがノブを回したような音がして、一人やもんね。そうで中にはもう絶対誰もいないんですよ、うん、まあ、実際いなかったんですけど、要はその中こう通ってきてるんで、うん、その焼き場の方は、うん、焼き場の方絶対誰もいないんですよね。チャーミー怖がってる。あ怖がってる。あええチャーミー耳太い。周りの人形も怖がんのこの話、うん、あそう。ほんであのねこれ不思議なんですけど、僕その時に、まあ、多分怖かったのをごまかすためやと思うんですけども、うん、今日の子供かなと思ったんですよ。めっちゃ不思議なんですけど、なんか直感で感じたってこと、ね、別に僕霊感がありますとか見えますとかいうタイプじゃないんですけど、うん、でもなんかあ今日の子供かなって思って、うん、でちょっと恥ずかしいんですけど僕的にはそのホール誰もいないですよ、真っ暗なホールに向かって、うん、ごめんな先帰るわって言ったんですよ僕。まあでもほんまにこう感じたよね、うん、そのなんか、ね、うん、お骨上げも参加したし、そう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 、でまあそれで家に帰るんですよ、うんうん、で、まあ、家に帰ってその時僕実家で住んでたんですけども、うん、まあ、あのご飯食べてでお風呂入って、うん、で、まあ、寝る時になんか襖隔てて、まあ、母親が寝てて、うん、で僕はこっち側で布団引いて寝てるみたいな。で次の日も朝やあの朝から仕事やったんで、はい、まあ、すぐ寝たんですよ。でそしたらあのほら僕金縛りによくなりやすいって動画撮ったじゃないですか、はいはいはい、うん、でまさにその通りでその日もあの金縛りにあったんですよね、うん、でえ、まあ、悲しわりやったなと、あまあ今日疲れとったんかなみたいな、まだ働き出してそんな間もないし、やっぱこうなんかピリピリしてるし緊張もしてるしで、え疲れとったんかな、うわ最悪や明日も仕事あるにとか思ってたら、足元にその子供がいるんですよ、うん、え今日仮装した、あ見えたの、もういるんですよ、うん、まあでもこれはあの、まあ、霊的なものというよりは僕はどっちかというと、まあ、幻覚であろうと、うんうんうん、ただ不思議なんがこれも例えばですけど、さっきあの、うん、ほら赤いトレーナー着てこうピースしてるって言ってたじゃないですか、うん、その見た時に、まあ、例えばですよその、まあ、実際の夜とか僕言わないですけど、うん、あのあれと、あこの子茶色のズボン履いてたんやと思ったんですよ。もうで見えてるから全身見えてるから、でその時のあそうやったんやとこうなんかスーってこう入って、はいはい、でその男の子が、うん、怖くないってこと、そう全然怖くないのよ、なんか分かんないですけど、で遊ぼうって言ってくるんですよ。で怖くないから、あいいよいいよ、うん、みたいな、うん、で何して遊んだかというと、うん、しりとりをしたんですよね、うん、で、あのゴリラ、ラッパ、うん、パンダみたいな感じで、うん、あのそれはやっぱ子供なんで、うん、子供でも分かる単語をこっちがこう考えて言ってあげるぐらいに余裕、うん、で全然怖ないんで、うん、やったんですよね。でそれで何回か結構長いことやったんですよ。で長いことをしりとりを、ね、そうラリーずーっとやってて、うん、で僕の出番になって、うん、って急に何も言えなくなったんですよね、うん、急に。であれと、あなんか声、まあ実際に声出してるかどうか分かんないですよ、うん、だけどもなんかあれ声出なくなったんと、うん、だから言われあれおかしいなと思ったら、うん、その子供がなんて言ってんのって聞いてくるんですよね、うん、であーごめんちょっと待ってなって、そのごめんごめんちょっと待ってなは言えるんですよ。もうでも次の言葉が出てこない。でも次出ないんですよね、うん、でまたやろうと思ってもなんかうっってなって、あれおかしいなおかしいなと思ってたら、うん、また子供がえなんてとなんて言ってんの、うん、って聞く言ってくるんですけど、うん、それがさっきより声近いんですよね。え近づいてるってこと。そうやね。でそれがねまたこれちょっと変なんですけど、うん、パッて子供の方を見たら足元に子供の体あるんですよ、うん、でも顔だけがすっげー大きくなってくるんですよ、うん、ぐわーって。でその大きくなってんのか近づいてんのかはちょっと定かじゃないんだけども、うん、でもとにかく顔がぶわーっとこう来るんですよ、うん、でまたなんて言ってんのってすごいもう近くになってきて、その時に初めて僕うわーっと思って、もう初めて急にもう恐怖がブワッとこう出てきて、今まで金縛りでそんなことなったことない。そう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 、見てるけど幻覚やから別にいいし、うん、別にその男の子別にいいしとか思ってたのに、うん、急にちょっといつもとは違うくて、うん、もう本当に急にこう全身鳥肌立つ感じ、うん、うわーってなって、うん、これはやばいと、うん、ほんでもう僕急いでその言おうとするんですよ次に、はいはい、言えなかったやつを なんてって言ってるからね、うわーって言うんだけど、うん、でも全然言えへんくて出てこへん。そう、そしたらまたこの言葉がもうめちゃくちゃこう、うん、だからもうほぼ
もう、ま、もう完全にこう近くですよね、そこまで来て、なんて言ってんのってすっごい言ってきて、怖いな、で、うわーってこう、うん、もう渾身の力でその叫んだんですよ、うん、そしたら、ガバッってこう起き上がって、あの金縛り解けたんですよ、おで、うわーって、あ、夢やったんだよ、うん、怖ーって怖ーと思って、でもあのね、うん、めちゃくちゃ汗だく、本当に、で、その瞬間ね、襖がバーンと開いたんですよ、え、で、うわーと思って見たら、あの母親が、うん、あんたどうしたんって、あのものすごいうなされとったね、ああごめんごめん、いや今ちょっと金縛りやっててめっちゃ怖い夢見てて、うん、ごめん起こしてごめんなとか言うてたんですよ、うん、そしたら僕の枕元にね、うん、iPhone 置いてたんですよ、うん、で その iPhone がピコンって言って、うん、よく聞こえませんでしたって言ったんですよ、うん、いや一緒のこと言ってる。そうですね。で、僕あの、ほら、ヘイシリーって言ったらなんか反応するやつあるじゃないですか。うんうん、で、あれ僕設定してないんですよ。おあの、なぜかというと、なんかあれやってたらたまに急になったりするじゃないですか。はい、で、僕ビビリやから怖いから、うんそういう設定してないんですよ。うん、やのに、うん、それ言ってきて、そしたら僕の母親も、ああ、何なんだみたいな、うん。いやいや、分からへん、分からへんみたいな感じで、ちょっとパニックになって。うんまあ、でそこからじゃあまあとりあえず寝ようって言って、まあ、あの母親もまたそうあの襖閉めて僕はもう一切寝れずそこから多分もう4時とか5時とかなんですけどでそこからもう無理やってなって結局朝になりましてですねでもうまた朝から仕事じゃないですかで行くんすよでそしたら気になるんですよね昨日の男の子何やったんやろうと思ってでまああの何でしょうねその詳しいことを書いてないんですけど例えばなんかその事故で亡くなったとか、うん、まああのまあ自分でとか、まあ、何でもいいんですけど、うん、なんかそういうことがあったらお骨上げの時にですねやっぱりその普通のお骨上げとはやっぱちょっと違うテンションというかね、うん、こうなんでしょう寄り添う意味でやっぱり知っていた方がいい情報ってあるわけですよ、うんうん、例えばすごいもうあのね90歳とかのおじいちゃんの時と、うん、じゃあ例えばその子供ねお子さんとか、うん、じゃあ高校生ぐらいの子が例えば事故でとかなったらやっぱそのお骨上げもやっぱこう言うこと変わってくるじゃないですか、うん、例えばその気持ちに寄り添わなかった、ね、そう、まあ、高校生の例えば子供がですよ、うん、なんか事故でってなったのにこちら側、足元でこれがすねでとか大腿骨でとか、うん、全部説明なんか絶対しないですよさすがに、うん、気持ちがあるから、ね、で遺族さんのこと考えたらもう早く終わらせてあげたいみたいな、うん、でまあそういうのがあるんで、うん、一応そのちょっとメモ書きみたいな感じにねファッて書くことはあるんです、ね、相手の情報それはもう遺族さんのためにっていうので、はいはい、で見たんですよねその男の子の、うん、自己死って書いてるんですよ、うん、で僕その、まあ、信じやったから知らんくてあ自己死なんやと思って、うん、はぁって思ったのが僕あのしりとりで言おうとしてたのが、うん、車なんですよ最後にそうそれなんかつながるじゃないですか、うん、なんか知らんかったのにそれでと思ってまあちょっとなんかああなんかそういうことってあんのかなってこうなんか思わせるようなことがあったっていう話です、ね、はいいやもうちょっとチャーミーがはいチャーミーテンション下がってるやんチャーミー怖がってるちょっと怖がってるねうっせやん呪いの人形やのに寝るって言ってるわうっせやん退屈になってるやんもうあるよなんか階段を聞きながら寝るやつあるよ、うん、よくねそのまだまだ遊びたかったんでしょうね多分、うん、っていうことかもしれない、うん、まあもし本当にそういうね存在があるんやとしたら、うんまあ、それやったらまあ遊んであげれてよかったかなと思う、うん、だからまあ、うん、ビビかそうっていう気じゃないんじゃないの、うん、その悪気はないと思うんですよ、うん、でただなんでそれ言えなかったんかは不思議うん、言ってほしくなかったのか逆に言うとまずいからこれなんか他の人に言われたんですけど、うん、言ってほしくなかったのかもしくはその、うん、守護霊的なのがいてそれを言うとまずいからその守護霊が僕を守るために止めていたみたいな、うん、だからそれなんか誰か言われたことあるんですけどっていうのなちょっともうこれは分かんないですけどね、うんはい、っていうことがありましたねなるほどまあ言ったらどうなってたんか、うん、ちょっとね怖いですねまあでも言えなかったってことはあのうん、言わない方が良かったってことだと思います、うん、多分ね、はい、っていうような今回ね、はい、お話でございます、その話も入ってる、はい、入ってますあ、はい、まああのほんのこんな本当にもう、まあ、こういうのは、ね、階段みたいのは、うんまあ、少ないですけどねほぼないというかうんうん少ないですけど、うん、まあまあそれも入っておりますよと、はいはいはい、いうことであチャーミーすごい宣伝してくれるやんありがとうございますこういう時はしますからねチャーミーはチャーミー仕事できるね1100円プラス税金額言ってくれた、うん、ありがとうございますなんかね1100円プラス税
2回言わんでいいよ別に。もういいよチャーミー、そんないいからね。はい、ということで、では本日もお金どころくと田中俊之と下駄花尾でした。チャーミーでしょ。1100円プラス1000円。